してみなびです。お願いします。ほんまは3日によるやる予定やったんですけど、インフルになったドラムがいて今日になっちゃいました。いや、幹部の人ほんまにありがとうございます。ありがとう。まあ、僕がみやびを やりたかった理由はみやびが好きだからです。次の曲早速いくんですけど、コール&レスポンスがあるのでちょっとやりたいと思います。ストロングっていう曲をやるんですけど、そのサビに B ストロング OA って僕が言うので、その後にみんなも B ストロング OA って言ってほしいんですね。はい。曲が始まる前に練習を4回するので頑張って回してほしいです。次回じゃダメ。OA だけ当てたらいいんで、最初の歌詞は何でもいいっす。何でもいいの？何でもいいの？マジで？まあ、当てたらいいです。じゃあ、早速いきます。ストロングです。オードラムス、アガノー！Oh yeah!
プレゼントだーい。送り合うのか。プレゼント交換会。よしよ。すごい、すいませんが、高先生のイチャイチャをあんま見たくない。ブルーでしか服買わなくて、なんかずっと高専でいじられてたんで、あのレイジブルーの服買ってきました。結局レイジブルーのチャイムじゃないんや。別のところで買ったやつなんかちゃうんかいやん。センス良すぎません？カズキッズや喋る内容は特に決めてないけど、そのギターを始めた経緯をちょっと喋ろうかなと思います。まず中3の春に、違う、中3の卒業前にそのおかんからもらった XJAPAN のブルーブラッドっていうアルバムに、心打たれてヒデが好きになって、でそっから高校入って野球部しながら引っ越しのバイトをして、コツコツ貯めてヒデのギターを頑張って買って、そこからギターキッズになってコツコツやってました。で僕本当に独学で何をやったりか分からずに、その普通まあコードを覚えるじゃないですか、その C コードやったり A コードやったりジャガンジャガジャンジャガっていうのをやると思うんですけど、僕はいきなりこれから始めたんで、そのマジでそっから道を踏み外したなとちょっと今後悔してて、そのまま高校2年ぐらいまでを一生ずっとこれをやっとって、でその時からずっとミエビが好きやったから、今度スラップやってみたいなってなって、でスラップを習得するのに1年かかって、気づいたら野球部終わってて、で SU 入ろうってなってやっとコード覚えました。で初めてだから練習やった時に僕初めてコードを覚えたんですよ。で本当にその練習をやって楽しくていい先輩出会えて、でマイファスで暴れるだけ暴れてやってみたいな。で次に学祭でそのこの SU 生活で一番難しかったラルクをするわけですね。その僕はまあもちろんコードがそもそもできないので、
アルペジオができるわけないんですよね。そこから苦しんで鬼のようなこれを練習してて、それもアルペジオのやり方もわからんから全部ダウンピッキングでやってて、それはテンポも合わへんってなっていろんな人に笑われて、つい最近オルタネイトピッキングを学んだんですよ。遅い。いや本当にありがたくて、もう本当に和樹さんに教えてもらって、そのもう和樹さん名店になってて、もうほんまにお前ベーシストやった方がいいんちゃうかって言われたぐらい。でもまあそれもまた嬉しくて、その教えてもらう環境があるっていうのが本当に嬉しくて、今まで一人でそのなんだ、その中学校の時も高専におる時もあんまりそのギター友達とかそのバンドが好きな人っていうのがあんまり、その阿賀野とかみんな知ってるヒエドぐらいしかいなかったんで、いや本当に SU 入ってよかったなって思ってて、で僕その福井行っても多分サークルはしなくて、そのここで最後になるんですよ。だからやれるだけやろうと思って無理して頑張ってましたね。で最後このみやびと、この卒ライはみやびとビビットとブラッツをやるわけなんですけど、まあなんか集大成みたいな感じで、まあ、みやびは僕の得意分野を発揮しようの会みたいな感じ で、ビビットはもう集大成、アルペジオもやってコードも弾いてパワーコードもやってギターソロもしてみたいな、楽しみにしておいてください。でブラッツはジャンプしまくってみたいな感じなんで、まあ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 、この卒業もスタジオから全部楽しかったですね、はい。で本当にいい先輩に出会えたし、同期にもとても仲良くしてもらったんで楽しかったです。後輩も仲良くしてくれてありがとう。そのもんで MC でした。赤野がトイレ行ったんで。舞台中にトイレ行くやろ。赤野って自分の話ばっかするじゃないですか。おらんからな。いや分かりますよね、みんな分かるんで、いやほんまにめちゃめんどくさいやつやけど、実は結構いいやつで、それをちゃんと分かっといてほしいです。なよし。あと2曲盛り上がっていきましょう。次の曲も暴れまくっちゃっていいんでお願いします。いいですか？いいんですか？いいんですか？パスカ投げようか。
みなみの姿勢怖目が笑ってないぞ。あれクイックシーンだ。メイン上げます。メインマックスに上げるみたいです。すいません、じゃあもう一回いきます。
私と行きます。What's my name?